はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。エルシャで行こう9、ビルド編始めていこうと思います。今回はこの環状線が、南側を開通しましたねということで、この南側の環状線にアクセスするためのバスを作っていきたいと思います。例えばですね、ここ相良大野なんですが、相良大野とここの環状線を結ぶバスがあったらいいじゃないですか。こういうところでフィーダーで作っていこうと思います。いつも通りツイッチで配信を行っています。ツイッチのアカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いします。ツイッチマイアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。YouTube ですね、こちらアーカイブ2日後にアップロード予定です。2日後、20日ですね、20時アップロードする予定になっております。ぜひアクセスお願いします。チャンネル登録や動画の高評価もお願いいたします。 YouTube マイチャンネル、ディスライブアーカイブアップロード2 days after YouTube マイチャンネル、サブスクライブド&ムービーグッドボタンプリーズ。そして、最後にツイッチ、ツイッター X ですね、アカウントを持っております。ぜひアカウントのフォロー、いいね、リポストお願いいたします。ツイッター X マイアカウント、プリーズビジット&アカウントフォロー&リポスト&グッドポストグッドボタンプリーズ。では始めていきましょう。こんな感じで、なんだこれ、朝一か。結構儲かりがいいですね。儲かりが良くなってます。この駅前に つながる建物は嬉しいところです。ガスタンクとかは儲かってますしね。プラントなんかもみんな儲かりがいい。ヘリポートは儲かりますね。美味しい。ヘリコポート美味しすぎるやろ。たくさん設置したいですね。ヘリも飛ぶし見栄えも良くなる。こんな感じですね。環状線次々とバスが通っております。さて、今何時？8時かでですね、バスがありまして、まずはこの99番のバスに、路線を設置していきたいと思います。高速バスだ。高速バスもね、欲しいな。ここですね、ここはなんか本当に冬なんで暗くなるのが早い。何時？18時台だ。
で、こっちでバス停を押し、ステーションか、バス停を設置したい、バス停を側道だな。本当はね引き込みが欲しいんだけど、もうすでに立っちゃってますんで、この辺かな。何時今、あ、いや、ストップストップ、ビジネス街のことなんて言うんだろうな。例えばあの大阪駅の北側ってなんだろう、北側にそういうビジネスのビルがあるんだけど、なんだ、あと貿易センターとかな、浜松町で言えば。大阪駅の北側って何だったっけ、ヨド橋のある北ってスカイビルとかもあるけど、グランフロントだ、そう、グランフロントで、ヒルズ、そうだ、ヒルズって分かりやすいよな。新ヒ、あの六本木ヒルズとか、まあでもバス停だからな。これなんだろう。ああ、なるほどね。まあでもこれはそうだろうな。99番ね、はい、でここで99番が折り返すんだよな。折り返す。で発車時間何時がいいんだろうな。5時半ぐらいかな。21時ぐらいまでかな。に、いやでもそこまであの遅いようにはできないよな。20時45分としましょう。比較的距離も長いしな。で逆にそこが
で、右折99番は、で、ここが左折、ここが右折、ここが左折、で、ここは右折、で、ここが右折、ここは左折か。こうしとけばまあ大丈夫。で、どうなってんだこれ。まあ一応一つバス停使あの設置してもいいかな。ちょっと微妙に近い気はするんだけど、まあでも。いや、ここね、で、ステーションで引き込みで、そう、ここは消したいんだよな、マネ的に。ここは駅を結んでるけど、まあでもまっすぐ行くから、18分の30分ぐらいだろうな。で、最後はここで締めるっていう感じになるよね、やっぱりね。バスターミナル。つまり、5駅を結んで、うち3つは環状線の南側を、まあ、丁寧に全部結んでるルートってことになりますね。まあ新駅の中央は行かないけど、一応あの新ヒルズっていうところを通るようにはしていると。これで許してくれっていう感じではありますね。まあいずれこことここら辺を結ぶ環状ルートも、あの環状バスも走らせていいのかな。まあ、でも結構ここが、バスたくさん来てるから、あとやっぱバスの数もありますからね。それに環状の南ルートも4本だっけ、に2本か走ってるから、いるかな。でも1本だけ走らせてあげてもいいかもしれないよね。まあとある程度やっぱりこの世界が決まったら考えましょう、その辺は。
ということで、99番のバスを行きます。結構複雑ではありますが、5時半だっけ、ここを出るのは1本目が。5時45分でいいかもしれない。あ、違う、ここじゃないわ、ここを折り返すんじゃなくてここだ、折り返すのは。ここは、あ、でもここで止まるんだけど、ここは折り返しじゃないですね。ここは直進だ。ここだ、ここは折り返す。10分で折り返す。99番で。で、右折、左折。感じか。99番の配置は、まあ、ここかな、まあ、こっちに行くかもしれないし、こっちに行くかもしれないってとこですよね。99番は、ね、5時45分から20時45分で西新駅南口に、あ、止まる？ん？西新駅南口じゃない、新川岸駅だ。ということで、では、99番をダイヤウィザードで、一応これ直進になってますね。5時45分まで待たせましょう。
直進、そこ、今何時？6時11分。おっと、ちょっと待った。3分停車。停車時間10分なのかな、これ中間駅なんで5分だな。さあ何分に着く？7時6分。で、左ですね。で、続行。これは3分ですね。2分停車かな。で、どっちだこれ。これは左です。あ、左じゃない。まっすぐです。こう行ってもいいかもな、逆に。逆にこう一周回ってもいいかも。まあそれやめときましょう。で、これも5分でいいと思います。7時42分。まあ7時47分ってことですよね。まっすぐかな。すごいな、4本じゃないわ、環状線を列車4本じゃない。で、折り返しだよな、これ。折り返し10分で折り返します。もう終点なんでね。7時59分。8時9分ぐらいかな。動き出しましたね。であとはこれ直進です。でやっぱり5分で8時27分かな。8時32分に出るはずです。いきますね。8時27分の8時32分。右ですね。
すぐになります。2分、左折、右折、で5分、9時37分、9時42分かな、それとも、42分かな。で、右へ行って、1時間かかってんのか。やっぱり交差点が多いと信号に引っかかるとそれだけ時間かかりやすいですね。3分、まっすぐ行く、さらに直進する、で、これは直進ですね。11時をもう過ぎている。11時6分かな。あれ、え、なんで、これ右ですね。あ、間違えてる、間違えてる、間違えてる。さっきの、9番はでは再度ダイヤウィザードを組んで、場所左で折り返しの10分ですよね。11時50分、で右折となります。で左折で、最後ここに到着。これが12時12分、12時15分に着きます。つまり6時間半かかるわけですね。1回回ってくるのに。
だいたいそうか。まあ6時間半っていうことでしょうね。やっぱり距離が長いんだよね。長いのとやっぱり駅へ入るのに時間がかかるんで、無駄なカーブの時間が多いってことになるんじゃないかな。2往復で13時間だから 2.5 往復までかな。13時間って18時45分か。そうすると2時間しかない。これは厳しいんじゃないかな。そこでやっぱりその日の運行は終わっちゃうっていう感じじゃないかな。まあでも 2.5 時間だったら仕方ないかな。まあ南側の本数少ないよな。まあ、こんな感じですね。99番は車窓を見てみますか。ちょっと入るんですよね。右に行ってすごい高架の高さだろうな。環状シーンへやってくる。ちょっと郊外的な感じがありますね。都会っていうよりは郊外の中心部から離れた住宅街にありそうなロードサイド店っていう感じはあります。最大20分待たされちゃいますからね。20分、30分かな、下手すれば。2倍速で今動かしてるんですが、それでも結構長距離路線だっていうのが分かりますね。まあとはいえ鉄道と
環状線と平行の部分が結構長いんで、あとやっぱり長距離線と私鉄線って言ってはいいのかな、との駅を結んでると環状線南側を結んでる路線なんで、まあ環状線南側の北側と私鉄線の中間をなんか走ってるっていう、そこの人たちの需要っていう感じですね。ここの新ヒルズも含めて、ヒルズなのかな、ちょっと自信がなくなってきましたが、ここで夜間停泊をするはずです、はずっていうかするんですけどね、まだまだ開発できる場所は多い、自分でもう建てちゃって子会社利益を取っていきましょう。まあ金はこんなにあるんだから、儲けもあります。発電所が足りなくなってたんで発電所を増設しました。町も確実に開発されている区域が増えてきたってことですね。まあ増えてきたけど完全に開発されてるわけじゃない、なんか雑居ビルとか一戸建て住宅のなんか出来合いの町しかなかったり、こういうふうに原っぱだったりっていうのがまだまだ残ってるんで、まだまだ開発の余地はあります。こんな感じですね。環状線側から見るとこうなるんだ。鉄道の方が全然早いですからね。バス、これがまあバスの限界。バスはフィーダーに徹するべきですよね。あ、でもまあバスがね、その神戸にこの前行ったんですが、鉄道はあんまり元気がなくて、まあ、神戸電鉄っていう鉄道はあるんですが、まあ、神戸市が新神戸トンネルとか阪神高速道路とか他いろんな有料道路を作ったためにバスがすごい、新規バスとか阪急バスとかバスが栄えちゃって、結果的に鉄道がなんか辛くなってるっていうのは、辛くなってもうその三宮っていう、まあ神戸の中心街があるんですが、そこに行くにもやっぱりバスが便利なっちゃってるケースはありますんでね。まあでも地方都市結構あるよな。大阪はそんなことないんだけどな。大阪とかは、京都は鉄道走ってないところはそうだけど、
鉄道走ってるとこはちゃんと鉄道が主力だから、食われてるってわけじゃないんですけどね。まあバスはフィーダーに徹してるっていう感じですか。まあもしくは地下鉄があったりかな。神戸もなんか鉄道と並走、神戸じゃない、名古屋も鉄道と並走するバスはあっても微妙に違うとこを走ってたりとかいうことで住み分けがされているっていうのが多いですよね。横浜もなんか神戸に近いんじゃないかな。あそこも首都高が張り巡らされてますからね。あと静岡、静岡市内ですよね。あ、静岡からその御前崎に行くところとかは まあでもあそこ鉄道がないから、もともとあったけど廃止になったから、京弁鉄道が、それは仕方ないのか。逆にまあ、あの鉄道路線、昔はあの浜松と静岡を通るバス路線があったんだけど、やる気のなかった、あの国鉄が、国鉄末期に本数を増圧したために、バスがだんだん衰退していって、直結のバス路線はなくなったとか、高速経由ではあるんだっけな。昔は高速経由じゃなくて国道1号線経由だったりしてたんですけど、 あとですよ、福岡ですね。バスが元気な福岡周辺、唐津から福岡結ぶバスとか、久留米から福岡結ぶバスとか、北海道もそうですよね。ここで、止まりましたね。接線解除、もう一本かな。もう一本ね、これはこの39番ですよね。
これは20分かな。ここも感じかな。まあ、こっちからこっちへ行くいうのは。どうしようかな。でもこことここは結構意味があるじゃないですか。ないな、直接つながりがないからな。もしここを増やすとしたら、それは一本増設するときになるんかなと思います。まあここまで結ぶよな、そのときは。で、バス停引き込みをやって、こんな感じかな。あ、微妙だな。ちょっと。一応撤去して、この辺を、この辺
ことにするか。これなんだ、立体駐車場か。オフィスビルですよね。オフィスビルってうちが買ったんだっけ。買ってはない。将来的に撤去しないといけない可能性はある。コンビニは買いましょう。いただき。これ何？これ和菓子店か。買いましょう。トランクもこれつながってるんだよな。買いましょう。あとこのオフィスビルも儲かってるやつだからどんどん買ってあげたいよね。ここはちょっと待ちましょう。儲かってるけどね。ここもか、あの駐輪場も買いましょう。安いけど。ってことはやっぱり、ああでもここはちょっと待とう。あのこれ廃止になるかもしれないですからね。得か。利益率高いね、スーパーマーケットは。駅と駅の間なんですよね。そういう意味ではロードサイドだろうな。分かり方すごいな。駅から近くないのに儲かりますよね。いいな。立体駐車場儲かりますよね。駐車場にした方がいいというのはありますよね。まあ、ここからあのこう行って、ここまで伸ばすっていうのもありですけど、ちょっとさすがに長距離路線すぎるかな。まあここまで来た時点でもう鉄道に乗ってもらった方がいいもんな。それならまあここですよね。この荒井系結ぶ、ずっとまっすぐ行けばルートにはなったりするから、確かこう行ってでターミナル行ってこういうルートもあるかもしれないか。ちょっとそれはあれですよね。高速がないんだ。高速、ここのターミナルは高速しかないんだけど、この真ん中に高速を一本作っても別に構わないんじゃないかな。都市高速がないんだよな、ここよく見れば。まあ、これ将来的な課題として挙げておきましょう。なんだこれ。あ、地熱発電所だ。これはうちが作った地熱発電所。結構高いとこ越えないといけないのが難点ではあるよな。あ、ここだとあのこの上だとあの高さ2で越えられる場所があるんだ。じゃあここを越えていってって
ていうのはありかもしれないね。でこっち側でつあのジャンクションでつなげていくっていうのはありかな。ということでこの沿線、まあ、結構もうルート広がってますが存在意義が出てくるんじゃないかな。2分かな。でここもまあ2分だろうな。こっちはまっすぐだろうな。どうまっすぐ。で、まっすぐかな。同じように。これ
はまあ15分おきごとだろうな、どっちも。で、これが左、これうちは右っていう感じか。で、折り返39は折り返し10分かな。ダイヤウィザードにして、今何時っす？6時だな。夜間に泊まっております。スタートですね。で、左2分停車、まっすぐ、時間かかるな。あ、結構 2本連続でバスが来つつある。なんで時間を待たす。どっちだ。あーく、譲ってしまいます。さらにこれはひどいな。着いた7時41分ですね。さあ、どんどん出ていきますが、7時53分になってしまいました。ちょっとこれ考えないとな。かぶっちゃってますね。で、右、左、何分？9時6分。
い、9時15分なんで3時間15分ですね、折り返し。まあ3時間15分ってことは5往復ぐらいできるってことかな。15時間半だから4往復、5往復だな。4往復で14時間。まあ、駅でのやっぱり重なりっていうのはすごい気になりますね。5往復か。まあ駅から離れた区間のバスだからこっちは存在意義は確かにあるんですよね。ショートカットできるからね。特に環状線からちょっと離れたところに。いる。住民にとっては非常にこのバスは助かります。なんか天空を通ってる感じですよね、環状線。
ましたね。あれなんだろう、あの観覧車は。男を名鉄の3000系かな、3500系かなが通っております。ギリギリアウトだ。ということで、99かな。難しいな、やっぱり。
ひとまず1時間20分あ、バスが来た。ん？これどういうルートか。環状線の今回フィーダーを結ぶバスを作ってみました。そういえばそうだ、あの地下鉄もあるんだよな。まあ、ここは主に空港を結ぶバスってことになりますが、から空港へ行くには地下に潜るか、地下深いですけどね、まあ珍米候補とかで深さを緩和してやるか、あのここも実はあの珍米候補なんで、実はここでこういう風に上がって地下を結んでるという裏がある。ここの下をこの鉄道が通って、この上からは分からないんですよね。ここからは、うん、南側からは正直分からない。ここにまあ地下の道を作ってやるっていう手もあるし、ここら辺に上げてやるのもいいかもね。ここで地下に潜って。ところ高速のルートがいいんだろうけど、あ、まあ高速ルートがあるからな。こっからこう結ぶとなると
からこう潜るっていう手もいいかな。ここが地下2つあるんだけど、接続してこっち側を結べるっていうことも可能なんだっていうことになる。あ、地下1階か。地下2階だったらな、行けるんだけど、いけるかもしれないな。斜めにすればいけるかもしれない。ということで、地下熱を延長するのもいいかもしれないですね。はい、ということで今回1時間半ぐらいになりましたが、ここまでにしたいと思います。最後に夜のバスを見ながらお別れいたしましょう。今回ツイッチで配信を行いました。ツイッチのアカウントフォロー、ぜひお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー。
Please、そして、アーカイブ YouTube に2日後20日21時頃に、アーカイブアップ予定です。ぜひ見てください。 YouTube のチャンネル登録高評価もお願いいたします。My YouTube チャンネルアカウント YouTube チャンネル My アカウント This Live Movie Upload 2 days after My YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタン Please。最後に、ツイッター、旧ツイッターの X のアカウントを持っております。ぜひアカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X、マイアカウント、フォロー、アンド、グッドボタン、アンド、リポスト、プリーズ。A 列車で行こうないライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。